どうも、アイチですこちらの再生リストでは2次方程式について勉強することができますそしてセクションは2つですまず1つ目のセクションはこちらのような計算問題をやってもらいます動画が複数本あるんですが基本的な内容から応用そして有名な解の公式もここに入っていますそしてそれが終わったら次は文章問題つまり2次方程式の利用です こういった文章問題や図形の問題などが入っておりますので是非二次方程式を勉強したいと思う方はこちらの再生リストを使ってみてください。